カットカット。使う使う。ダメだ。ダメだよ。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。今頃リアディゾンで脱いだよくるぶしです。今のリアディゾンってどうなってるの？どうですか？すいません、ちょっと政治上昔の人にちょっと興奮する性癖がありました。リアディゾンってもう今何歳？知らん。まあまあ言ってんじゃない？俺年上なんかな？いくつだろう？絶対年上だろ。M 字開脚の人やんな。それインディーオブジョイクよ。おー、もうわかるわかる。まあバレンタインも過ぎまして、もうすぐ、ホワイトデーということでですね。あのホワイトデーの思い出はありますか？ホワイトデーの思い出はないです。ホワイトデーって1年で一番地味なイベントかもね。そうね、うん、なければないでいいぐらいのイベントやけど、なんかその無理やりお返しさせられるイベントですよね。そうだよね。言い方が悪かったかな、ね、リアディゾンで抜いてくれた。バレンタインもあげる人あげない人いて、人口は限られるじゃない。で、ね、さらに返すか返さないかも決めるから、 だんだんこう、なるほどなるほど。バレンタインはやっぱその一年の中でもかなり盛り上がる方のイベントですよね。ああそうかな。違う。ナンバーはやっぱクリスマス。ということでですね、ホワイトデーの思い出ってなかなかないんで、はい、あの今年は作ろうと。おお、何すんの？ケンガでも配る。3月14日日曜日に、うん、クルチョモチャンネルのイベントをやります。こちら前回もね、去年の夏ですね。もう1年か、浴衣着てたもんね。8月やな。うわー、1年は経ってない、半年。あれもね、まあ楽しくやらせていただいたんですけど、うんうん、3月14日、うん、令和2年初めての、令和3年ですね。え、嘘。マジ？今令和3年よ。だ、そうです。令和3年の初の、くるちょもチャンネルが、うん、まあ、ライブをするということですね。お、場所は板橋、ハイトさん、前回と一緒です。まあ、内容もですね、くるちょもチャンネル2人でのライブだったり、いでくるぶし、ソロのライブ、ちょもらってソロのライブもあり、そして前回同様、公開収録も行うということで、お、今回イベントタイトルは、ちょもパラ、外伝、くちょくちょ、ホワイトデーでございます。やばいね。しい、え、しゃぶってもらえるの？なるに入れた。まあね、あの3月14日に、イベントやりますんで、チケットは、チケットは3500円プラスドリンク、そしてオープン12時、スタート12時半のお昼のイベントとなっております。健全。びちょびちょホワイトデーって言ってるけど、健全よ。今回もまあまあいろんな、公開収録も、ネタも考えてますんでね、やりたくねー。これはちょっときついね。いやー、初めての経験やな。そうだね、海外いろんなことやってきたけど、初めてのところに行きますね。一回さ、それ見つけてさ、うん、まあそれと違うやつをさ、うんうん、もう絶対無理だと思ったもん。絶対やらん、これだけはやらんっつってたのにね、うん、そういうのもやりますんで、はい、まあ、まだまだ楽しいこと考えていきますんで、おそらく15人ぐらい、15人ぐらい、うわー、もう狭きもんですよ。狭きもんなので予約開始しました。予約開始をね、どうしようかな。この動画のリリースと同時に予約開始しようか。あ、 OK です。じゃあこの動画、本日から、うん、たった今からですね、予約受付、はい、あの概要欄の方に、リンクの方も貼っておきますので、はい、速攻ソールドアウトでよろしくお願いいたしま す、3月14日日曜日、ホワイトデーですね、くるちょもチャンネルのイベント、タイトルがチョモパラ外伝くちょくちょホワイトデーのお知らせでした。ありがとうございます。ホワイトデーのホワイトはあれのことやで。でもない愛なんだ。今頃リアディゾンで、今頃リアディゾンで、ちょっと言えない。今頃リアディゾンで、今頃リアディゾンで、痛い、俺に殺しです。もう一回行こう。